新幹線の時間ね。はい、じゃあお願いします。じゃあ成城石井に向かいます。じゃあ行こう、もうせっかくだから。来ました。梅田方面に向かいます。やっぱその時よりは人少ないか。なるほど、すごいな、これ森ビル系だね。御堂筋線本当だ。ご利用ありがとうございます。御堂筋線では可動式ホーム柵の設置工事を進めております。なんだっけ、ここ汐留橋だけが、なんかオフィス街。着いた、今日の宿。トゥルルルートゥルルルートゥルルルー、到着。じゃあ夕方の部出発。ドドン。よし、ナンバーに移動してきたぜ。移動移動。何回ナンバー駅。ウェイウェイ。もうなんか歌舞伎座みたいなところがありますね。歌舞伎座みたいな。いいね。カニ。カニ。おお。これなんだ、五右衛門。スーパードライカニ。わお、これは近づいてきたぞ。だんだん例のアイコン、大阪のアイコンに。どこ、大阪のアイコンは。びっくりした。なんだ、背中を向けたらここか。なんだ、こっち向きだったんだ。みんなこの川に飛び降りるんだよね。やばいね。なんか光ってないよね。もう夜になってねえから。あ、そういうこと？どういうことだろう。そういうことって、いうこと？どういうこと？そういうことだね。いやー、すげえ。ちょっと感動だわ。みんなこの心斎橋筋の方に向かって歩く人が多数います。
し、酒が呼んでるね。ドドン。ここで飛び込むのはちょっとやばいかもしれないな。まだチャオプラヤの方がいいわ。チャオプラヤといい勝負だよ。やってるやってる。やめんか。残念。次回は期待ね。あの向き反対ね、これね。あ、これ向き反対か。後ろが北なんで。ああ、じゃあこうやってくるってきて、結構歩いてきたわけ。はい。なんか火事があったみたいです。ナンバーグランド花月。やばいな。やばい、テンダラーでんな。あ、チュートリアルも。あ、ダイヤ大変なの。すごい、ちょっと朝早い。いや、すごい、そうそうたるメンバーだ。しかも全部売り切れた。フォックス、すごいでっかいビルとかもあるけど、でっかいビルと、でっかいビルと、じゃじゃん、なんと初日の夜はオイスターバーで、今日のオイスターいいね。これを頼みました。楽しみ。そしてスパークリングいっちゃいます。ドドン。おお、はい、大阪。キュウリ、ごキュウリ。わあ、コクあるキリッと系。どどん、やばいのが来た。ブブブブ、生巻きセットも来たぜ。もう一品食べちゃおうぜ。生牡蠣、ローストビーフ、ウニのこれから行っちゃうぜ。行っちゃうぜ。やっぱそれから行っちゃうよ。シルスタ、シル、シルスタ、シルスってから一気に行くのか。わお、三陸の、三陸のシルスタ。あれよ、いいよ、分離して食べてもいい、楽しめると思うけど、うちでもいい。わ、チュロ、チュロいた、チュロいた。あ、一気に行くと、わー、すごい、うん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 だ、うん、うわ、食べたことない気持ちだ。私も食べよう。今度は兵庫県産の坂越赤穂クリスタルブラウン、キラ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 、どうぞ。ちなみに読み方のアガホだよ。あ、アガホって読むのこれ。あ、そう。アガホ、赤穂と書いてアガホか。いただきます。はい、これが一番美味しかったな。なんか普通に生牡蠣が一番いいな、カクテルとかに。ドドン。もう進みますな。もうだいぶなくなってきました。いや、参った。ごきゅうり、ごきゅうり、カキフライが一番おいしいかもしれない。タルタルソースを食べ尽くす男。
もうね。リモーネも。ドドン。このボルチーニだけと牡蠣のリゾット来ました。ドドンドン。美味しそうです。いただきます。美味しいねこれ。これ最高美味しい。リゾット。牡蠣。南海線に乗って関空の練習をします。初めて南海電車乗ったら初めてだこれ。あ、本当？うん、これは関空の練習って考えていいのか。うん、練習な長年。あ、そう。過ごしで いい部屋でした。ユニゾ。じゃあ次ご紹介いってきます。よし、出発しよう。なんかいいな。ありがとう。ユニゾ。ありがとう、ユニゾ。はい。